整え方は数あれど、とりあえず逆立ちしとけ。頭立ちはヨガではシルシャーサナと呼ばれ、ポーズの王様とも言われます。頭と両肘の3点で全身を支える3点倒立です。効果は様々で、体幹の強化、全身の巡りが良くなる、脳に血流が回ることでリフレッシュ、内臓器の調整と整うことは間違いありません。それではレッツチューニング。正座の状態から入ります。肘を床について手で三角の形を作るようにします。そして頭のてっぺんを床につきましょう。つま先を立てて膝を持ち上げて、そこから足をとことこ歩かせていって、上半身が床と垂直になるところ、ここを感じます。安定してきたら片方ずつ膝を曲げて、お腹をキュッと締めていきましょう。初心者の方はここでキープでもいいです。